それでは基本の2パターンをどう落とし込んでいくのか、その説明に移りたいと思います。まずやることは、こちらのコーナーの位置をまず先に決めるということが、手順上先になります。そしてこのように見ていって、このコーナーの位置が合ってるところが何箇所あるかっていうのをまず探します。そしてこの基本のパターンを見てわかる通り、コーナーが一つ合ってるというのが、ベストですというよりかは、それが必須になってきます。今2つ合っています。この状態からだと、1回ではできませんので、少しずらしてみます。今1つ合いました。これが1つ合ったことによって、ここのコーナーキューブ3つでこの基本のパターンができます。ただ残念なことに、今時計回りでいきますと2回必要ですので、この判断は、やってるうちにできるようになると思います。今2回必要ですが、これでもこのパターンにはまりました。2回行うだけですので、実際にやってみます。今1回です。ここは変わらず、ここの位置が、変わりました。もう1回で揃うはずです。これでコーナーが揃いました。そしてコーナーが揃うと、あとはこの4つがどうなっているかというところになります。今1つ合っています。もうすでにこのパターンに入っています。あとは時計回りか逆時計回りか、つまりこのパターン1度でいいのか2度でいいのか、そういう段階です。今回も、残念ながら逆時計回りになりますので、2回必要になりますが、まあ最初のうちはこれも練習だと思えばいいでしょう。行ってみたいと思います。今1回で、時計回り1つ進んで、次にこれが入って、完成となるわけです。これで完成しました。このようにコーナーを先に見つけて、次にエッジ、真ん中の方を動かしていくというやり方で、21パターンに対応していくという考え方です。サンプルとしてですね、いくつかやっていきたいと思います。さあ、これは今角が2つ揃っていますが、このままではできませんので、どっちかに回してみます。1つ合いました。1つだけ合っているので、ここからこの手順ですね。はい、これは今時計回りで一発で揃うパターンでした。そしてもうすでにここの3つになっています。これ時計回りですから、これも一発でいくパターンです。これで揃いました。応用ですので、その時その時に応じていろいろなパターンが考えられます。さあ、見ていきましょう。今コーナーが合ってるところは一つもありません。一つ合いました。さあ、これを軸に考えます。こちらを動かしていきます。もう一度。さあ、コーナーが合いました。今度はこちらが合っていますので、残りがこの3つです。向きを変えて、
さあ、これで揃いました。どんどん行きましょう。さあ、これは、2つコーナーがあっています。これも、1つ回してあげることによって、ここが1つだけの状態になりました。さあ、揃いました。先ほどまでは3つ全て揃うというパターンでしたが、このようにちょうど4つ残ってしまいました。この場合どうするかですが、まず、基本的にはどこでもいいです。1つこの手順をやります。すると、今ここが一つ揃いました。ここは判断する時間の方がもったいないですので、とにかく、すぐに一箇所回すという方法がいいと思います。そして一箇所揃ったことによって、ここの3つの面が決まってきますので、これによって、残りあと1回か2回やることによって揃うという手順になっていくと思います。これで揃いました。これも今と全く同じパターンです。一つやることによって揃いましたので、残りの3つを こうすることで揃います。さあ、続いていきましょう。こういうパターンも出てきます。エッジが揃っているが、角が4つバラバラだというパターンですね。これは先ほどのこのエッジが4つバラバラだった時とは逆で、コーナーをまずどこか1つ潰すということで、こちらの手順をもうどっか適当にやってしまいます。すると、ここが今一つだけ、角が合いました。そしてここを左上に持ってくれば、もうあとはこのパターンになってくるわけです。そしてもう一度やれば、これで揃うわけです。さあ、一つ、一番厄介といえば厄介なのがこういうパターンです。角が今2つ揃っています。今4つとも揃っていません。もう一回回してみます。また2つ揃いました。どこを回しても角が1つだけ合うという条件に合致しない場合です。この場合は、一つも合わない状態を作って、やはり一回基本の手順をやります。そうすることで、ここは今一つ合いましたから、これを起点に回します。そしてコーナーが4つ正しい位置に収まりましたから、またこのエッジを操作していきますが、たまたま今4つとも、合致していませんので、まあどこか適当に1回やります。ここが合いましたから、これを向こう側に向けて揃いました。たくさんサンプルがありましたので、今のを参考にですね、何度も何度もトライしていただきたいと思います。